皆さん、こんにちは。朝香豊かのメディアウォッチです。えー、今回はですね、まず、えー、9月28日放送のテレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショー、国葬賛成派反対派周辺で衝突もを扱いたいと思います。 私が見ましたのはですねこのネットにアップされている17分24秒の部分だけですので番組全体というものを見たわけではないということを、えー、まず最初に申し添えておきます、えー、ですがこのわずか17分24秒のところだけを見てもですねこの番組は私もありえないことだらけだなというふうに感じました番組の冒頭では一般喧嘩の列についてですね「優に100人を超えてます!」 っていうふうに、まあ、レポーターの方が語ってですねえ一般喧嘩の列100人超との文字がですね画面に大写しになるというふうになったわけですあの列に並んだものの立場で言わせてもらえばなんですがあの列を100人レベルで表現するのはどう考えてもありえないんじゃないかまあ、そんな思いを持つわけです まあ、もっともその後にですね一般献花に訪れた人は2万人を超えたとのナレーションもありますから100人超というのは、まあ、ある意味では上書きされているというふうには一応は言えますですが献花が行われたこの翌日の放送でつまり編集に十分な時間がありながらですねこの報道の矛盾ぶりに編集担当者が全く気がつかなかったということは これはありえないでしょうつまり参加者は実はさほどの数ではなかったんだとの印象をまず最初に植えつけたいという目的でですね意図的に100人超というこのメッセージをですね入れていったという疑いは私は非常に濃厚ではないかというふうに見ているわけです。 でそして国葬反対派のデモ行進の画面に、えー、切り替わると、ですね反対派は国会周辺で1万5000人、日比谷公園には2500人集まったとのナレーションを入れました画面には一応、主催者発表の文字は入っていますけれども、なぜ独自集計を行って発表しないのでしょうか。 ちなみに、カイラギさんのツイッターでは、ですね、国葬反対デモを数えましたが、主催者発表の1万人の50分の1、約200人でしたとなっており、まあ、当日の航空写真の様子も入れたツイートをしていました。 まあこの航空写真がですね当日のものかどうかというのも客観的には判断できませんしカイラギさんが数えた段階ではまだ人が十分に集まってくるその前であったのかもしれません、まあ、ですからこれをそのまま鵜呑みにするつもりは、まあ、私にはありませんですが政府のやることに反対する集会について主催者発表の数字は常にですねもうどうん でも盛りすぎではないかというふうに感じられるものばかりだということはここで指摘をしておきたいところではありますで以前であればこの主催者発表に加えてですね警察発表の数字も閉記されていたはずなんですけれども最近のこの発表においては警察発表の数字が載せられなくなりました ネット上ではですね、この警察発表500人との情報が一人歩きをしておりますが、まあ、私が警視庁に連絡してみますと、公表できる数字は存在しないとの回答でした。まあ、結局、参加者を正確にですね、えー、表現することができないということによって取りやめたということのようなんですが、まあ、例えば時間をしっかり限定して、えー、午後2時30分段階で〇〇人、 というような感じでですね、えー、この瞬間的な時間特定で構わないので、しっかりと数字を発表するということを行っていただきたいなというふうに私は思っています。まあ、妙な噂話が一人歩きしないようにするためにも、こうした処置は必要ではないでしょうか。また番組では、国葬賛成派の一人が国葬反対の出迎えに向かって、お前らが来るところじゃねえんだよなんで行かせてるんだよ おかかしいだろうが止められてねねええじゃねえかよと叫んでいるところを動画に撮りこのセリフをテロップに入れて報道を行っていましたそしてさらに「国葬反対デモの集団に近づこうとする賛成派!」とのテロップを入れ「国葬賛成派がいかにも暴力的であるかのような印象を与えようとしているのではないか」と 疑わずに暑い日差しの中何時間も列に並びながら列を乱すことなく粛々と並んでいた大半の人たちの礼儀正しさには一切触れずに一人の素行の悪い人を取り上げてそれが賛成派だと印象づけるのはフェアな報道でしょうか。意地悪な私からするとこの男性は テレビ局に雇われたやらせではないのかなんて疑ってしまったりもするわけです。まさにタイミングよく、この男性からわずか数メートルしか離れていないところに、取材陣がたまたまいて、たまたまカメラを向けている方向で騒ぎが起こって、うまくですね、この撮影ができたという、まあこういう話になるわけなんですが、うーん、これって本当に偶然なのかななんていう思いをですね、 私としてはついつい持たずにはいられませんでしたでその一方で国葬反対派の違和感を感じさせることには全く触れていませんでした文春オンラインにはですね「国葬ルポ」「反対デモと賛成デモが衝突」「安倍元首相の顔で射的」「山上容疑者の映画が上映」「東京が真っ二つに割れた一日」との記事が掲載され この中では、羽鳥慎一モーニングショーが扱わなかった国葬反対派の異様なあり方も取り上げていました。この記事では、年季の入った黄色いヘルメットをかぶる人々を取り上げ、証拠写真も掲載していました。ただし、写真に写るヘルメットは、 え黄色でははなくて、まあ、黒ではありましたけれどもでこのように国葬反対デモの側にですね極左暴力集団が絡んでいるということは今回の国葬の報道に関して極めて報道価値が高いいのでではないでしょうか安倍元首相は白昼のテロ行為で命を奪われたのでありこのような事件を二度と起こしてはならないというのはですね民主主義国である我が国では当たり前のことです。 この点で極左暴力集団の動きは非常に重大な問題であるのにテレビ朝日は完全にスルーしたわけです同じ写真には安倍元首相の顔がプリントされた T シャツを着た人を水鉄砲で撃つというグロテスクな行動を行っている姿も映っていました銃で撃たれて命を奪われた安倍元総理のことを思うのであれば こんなことは人間としてできない所業だと思いますが、まあ、こんなことまで行われていたわけです。文春は、この射的に参加した人の、射殺された人を射的のネタにするのは面白いかなというインタビュー結果も載せていました。この国葬反対派のグロテスクな姿も、羽鳥慎一モーニングショーは完全にスルーしました。まあ、こういう国葬反対派は、国葬反対派の中でも例外なのだと、 まあ、テレビ朝日は言い訳をするのかもしれません。たとえ彼らが例外だとしても同じ集会に参加できて排除されていないとすれば、国葬反対派一般も彼らを仲間の一部として認めていたということになるのではないでしょうか。また、 彼らを例外なののだというのであれば国葬賛成派の人たちの中で国葬反対派に食ってかかっていったのも例外なのであってあたかもそれが国葬賛成派の一般的な姿であるかのように扱っている報道にも疑問を感じざるを得ません。さて番組は「弔意はこんな場所でも示されていた!」として映された場所は。 渋谷にある旧統一教会の建物で、そこに弔意を示す国旗が掲げられていると報じていました。これもまた、安倍元首相と旧統一教会との関係をですね、実態以上に大きく印象づけるためのひどい演出だと感じました。安倍元総理が歴代の総理の中で、最も旧統一教会などの霊感商法をなくさせる努力をしてきたという事実について、 マスコミはほとんど報道していません北朝鮮の拉致問題の交渉が進まない中で北朝鮮とのお強いパイプを持つ旧統一協会に接近したのではないかとの話も報道しませんこうして悪意ある印象操作だけが一人歩きしていく構図となっていますフェアの欠片のない報道にですね改めて苦言を呈したいと思います次に NHK100 分で明朝 チリユキエアイヌ信用集第4回です番組ではですね、歴史を振り返るとしながら、アイヌについて不利な歴史を隠蔽しつつ、和人をことさら足ざまに書く番組作りをしていました。番組では、アイヌは古くから北海道、樺太、千島列島、そして本州の東北地方にも暮らしていたと考えられる人々だと扱っています。 古くからという中途半端な言葉でごまかしていますが、日本の鎌倉時代に中国大陸では元が勃興して勢力を伸ばし、この元との戦いに敗れたアイヌの人たちがですね、中国大陸を追われて樺太を経由して北海道に移り住んできたというのが歴史的な事実です。13世紀のお話です。 東北地方でも暮らしていたというのは私は史実に反するのではないかと思いますが、まあ、番組ではそのように放送していましたアイヌの人たちは鳥リカブト毒を使った矢を放つことで和人を追い払って勢力を拡大していったということについてもですね、えー、全く触れていませんその上で先住民族として北海道の豊かな自然と一体となって暮らしていた存在としてアイヌを美化し そのあり方が、和人たちが北海道に深く侵食するにつれて崩されていったという、まあ、アイヌ側が一方的に被害者であるかのような歴史観を披露します。そしてこうした和人のあり方に対する抵抗が、釈迦クイン戦争や、くなしりめなしの放棄と呼ばれる、和人とアイヌ人との間の戦いになったのだというわけです。ですが、釈迦クインの戦いは、北海道の太平洋岸に存在した、 2つのアイヌ集団の縄張り争いが発端だったという事実は完全に無視されていますこの2つのアイヌ集団の争いを好ましくないと考えた松前藩はですねこの両集団の仲裁にまで動いています仮に松前藩が心の底からの悪であり アイヌの人たちを撲滅することでその経済的利益を手中に収めたいと考えたのであるならばですねこの両集団の対立を煽ってアイヌが自滅する方向に持ち込んだのではないでしょうか。松前藩の仲裁にもかかわらずこの2つの集団の対立は高まり、まあ、片方の集団のトップがまあ殺される事件まで発生したわけなんです。 で集団のトップが殺された側がですね、まあ、松前藩に味方をしてもらおうと思って、まあ、使いを出しましたですが両集団の争いに巻き込まれたくない松前藩はですね、まあ、これを拒絶したわけなんですでこの時にこの松前藩に使わされた死者のうちの1人が、まあ、放送にかかってですね、まあ、亡くなるという事件が、まあ、あったわけなんですけれども これを松前藩による毒殺だと勘違いしたアイヌの人たちがですね、えー、この武装蜂起をしたというのがこれシャクシャインの戦いなんですねでこれを単純に横暴を極める和人に対するアイヌの人たちの勇敢な戦いなんだというふうに描くのはこれはもうマルクス主義的なものの見方に流された非常に危険なものだと私は思います。 国後めなしの放棄については悪辣な和人の商人がですねアイヌの人たちをこき使ったことへの反乱だというのはこれはまあ確かな話ではあるんですがこれに対して江戸幕府は何らの手も打たなかったわけではありません問題の商人である平騨屋はですね権利を剥奪されました幕府は松前藩の責任を重く受け止め 松前藩に行わせていた北海道の統治を召し上げて幕府の直轄に変更しましたアイヌの人たちの放棄の原因が経済的な苦境であることを理解した江戸幕府はアイヌの人たちの生活改善にも取り組んでいます幕末には函館奉行がアイヌの人たちを相手に天然痘の予防接種の主導も行っています まあ対応が後手に回ったので、まあ、アイヌの人たちの人口減少というものがかなり進んだということがあるのは事実ですがアイヌの人たちを撲滅させて彼らのものを全部奪ってやろうなどというふうに幕府が動いていたわけではありません。一方的に和人を悪だとし、ね、アイヌの人たちを善だと考えるのが、まあ、正しいのだとする。 マルクス主義的な思い込みによる正義感が前提にあるために NHK は常にその色合いで番組を染め上げていますアイヌの人たちが自分たちの運命を悲しいものだというふうに、えー、考えてきたことがあったとしてもそれは不思議ではないですしその思いに共感することがいけないことだとは私は思いませんしかしその一方で今この日本で アイヌを名乗っている人の中に、喫水のアイヌと呼びうる人が、実際にはもはや存在しないということも認めるべきではないでしょうか。それどころか、血筋的には全くアイヌに関係しない人たちが、自分たちをアイヌだと自称することで、 多くの経済的な特権を手にするような歪んだ社会を作り出しかえって国民分断に走っているという事実を NHK は勇気を持って取り上げるべきではなかったでしょうか人種や階級というものを対立的なものだというふうに捉えその構図の中で弱者とされる側に寄り添うことが正義だと錯覚するこのマルクス主義的な正義感がですね この番組の中に一貫して流れていることを私は告発したいと思いますそしてこのような番組が公共放送を名乗る NHK で当たり前のように流れていることにですね、えー、大きな絶望を感じます NHK はそのあり方をマルクス主義的なものだと気づいていないのかもしれませんがそれがカッコ書きリベラルの本当に恐ろしいところです この問題の根深さに気づいてもらうために NHK の職員の方々にはぜひ私と茂木誠さんとの対談本のですねこちらの「リベラルの正体」をお読みいただきたいと思います今回はテレビ朝日の番組と NHK の番組を取り上げました次回もまたよろしくお願いいたします